マルホランドドライブはデビッド・リンチ監督による2001年のアメリカ映画である。ただし制作にあたってフランスの映画配給会社による資本提供を得ている。第54回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。日本公開時のキャッチコピーは私の頭はどうかしている。夜のマルホランドドライブ道路で自動車事故が起こる。 事故現場から一人生き延びた黒髪の女性は、助けを求めにハリウッドまでたどり着く。女性が偶然潜り込んだ家は、有名な女優、ルースの家だった。ルースの名である、女優志望のベティに見つかった黒髪の女性は、部屋に貼られていた女優リタ・ヘイワースのポスターを見て、反射的にリタと名乗った。彼女はベティに自分が事故で、記憶喪失になっていると打ち明ける。リタのバッグには、 大金と青い鍵。ベティは、リタの失った記憶を取り戻すことに協力する。カッコ内は日本語吹き替え本来は、アメリカのテレビ局、ABC のテレビシリーズを想定し、リンチが脚本を書き、パイロット版も作成されたが、最終的に ABC 側に却下され、オクラ入りの危機に瀕した。その後、フランスの配給会社かなるプラスが出資し、映画化が決定された。 マルホランドドライブは実在する道で、そこからハリウッドが一望に見渡せる。リンチは本作品により、ハリウッドのダークサイドを描きたいと述べていた。なお、リンチによると、この映画は同じく、ハリウッドを舞台にした1950年の映画、サンセット通りへのオマージュである。また、イギリス出身の画家、ホックニーは同じく、マルホランドドライブという大の絵画を発表している。これは、 ハリウッドにある自宅から仕事場への道であるマルホランドドライブを走っている時のイメージを表現したやや抽象的な作品であり空の部分に実際のハリウッドの地図を使うなど前衛的である以下はリンチにより提示されたストーリーを理解するためのヒントである映画公開時はオフィシャルサイトにも掲載されていた日本での公開時は チケットの半件を持っていれば1000円で鑑賞できるリピーターを推奨するキャンペーンが配給会社により行われた。また、エンドロール終了後に表示されるパスワードを入手すると日本語版オフィシャルサイトの特別ページに入ることができる特権が与えられ謎解きのヒントを入手することもできた。本作品には直線的に進行するストーリーが存在しない。現実のシーン。 回想のシーン、空想のシーン、夢のシーン、ストーリーに関わりのなさそうな第三者のシーンなどが説明のないまま散りばめられているような印象を与えがちである。それが誰の回想空想夢なのか、果たして現実のシーンなどあるのかという疑問を通常観客は抱きがちである。観客は映画および入手した情報全体から それぞれ自分なりのストーリーを作り出し、その世界観を解釈することもできるし、あるいは幻惑的とも言える、シーン展開に身を任せることも可能である。こうした手法は、イレーザーヘッド、ブルーベルベット、ツインピークス、ロストハイウェイなどの、リンチ自身が脚本を書いている作品から連綿と受け継がれている。その脈絡の無差、意味不明さを突きつけられた観客が無理やりに、 ストーリーと世界観を組み立てることが人が無秩序な現実世界を前にして無理やりに世界観を組み立て人生をストーリー化する様を映画というメディアに投影しているという解釈もできる。しかしそれも数ある解釈の一例に過ぎない。ABBC が選んだ21世紀最高の映画100本でベストワンに選ばれている。イギリスのエンタメニュースサイトデジタルスパイの 映画に出てくる名セックスシーンベスト10で3位に選ばれた。カンヌ国際映画祭での監督、キャスト、ありがとうございます。